川天川監督です。ナイスゲームでした。ありがとうございます。クラブとしては2大会ぶりの準々決勝進出です。今の気持ちいかがでしょうか。はい、まあ、今日マティスの最後の試合だったので、まあ、そういう意味では全員がね、いい形で送り出そうと、まあ、本当に集中して90分間戦えたというふうに思ってます。監督はマテウス選手と、2シーズン共に戦った仲間だと思いますが、マテウス選手の存在というのはどういうふうに感じていらっしゃいましたか。いや、このチーム の中心、絶対的な存在だったというふうに思ってますし、いなくなるのは寂しいですけど、マテウスがやっぱり、勢いをね、前半戦もつけてくれましたし、この天皇杯もベスト8という部分を大きめにしてくれたので、なんだろう、後半ね、リーグ戦もカップ戦もいい形で終われるように、マテウスのためにも頑張っていきたいというふうに思いますし、マテちゃんもサウジでね、頑張って、一流選手が来る中でね、存在感を発揮してほしいなというふうに思っています。クラブとしてはマテウス選手が不在の中でこの後半戦を迎えることになりますが、そのあたりはいかがでしょうか。もう新しい選手も加入しましたので、そういう意味ではまた総力戦で、簡単には穴は埋まらないというふうに思いますが、みんなでちょっとずつ穴を埋めて、何度かここからね、神戸をひっくり返していきたいなというふうに思っています。2週間の中断期間がありましたが、この期間に調整をしたことは今日の試合どういうふうに反映をされていたでしょうか。だいぶちょっと消耗してたので、しっかりとリフレッシュして、で今日、本当にいい形で入れればというふうに思ってました。そして、次回の公式戦が中2日で国立競技場でホーム新潟戦ということになりますが、次回に向けてお願いします。はい、もうこれもみんなでね、また戦っていきたいというふうに思ってますし、今日のやっぱ勢いというのはね、国立につなげていきたいなというふうに思ってます。ナイスゲームでした、はい、ありがとうございました。